はい、ゴチャスの僕監督と申します。ウィニングイレブンカードコレクションウィコレ、今日はこちらのゲームをね、実況プレイしていきたいと思います。はい、ということで早速やっていこうと思うんですけれども、今回まずですね、こちら、まあ、プレゼントボックスになる中にあるガチャ券ね、いろいろ引いていきたいと思います。前のね、まあ、ライジングイベント、ライジングスターズかな、そのイベントの、まあ、報酬とかが多いですね。はい、レジェンドは果たしてまたというかね、初めてまあ100何も100とか99とか、まあその辺のね、高グレードの、レジェンド選手が来るのかどうかというところで、早速いきたいと思いますが、まずですね、この星5確率 10% ガチャからね、まあ、いつものように確率の低いやつから引いていきましょう。それではいきます。はい、いきましょう。やっぱりね、うん、まあ、10% なんでこんなもんです。いつも 10% は、このような結末に終わることが多いです。もう1回も出ないということもね、まあ、ざらなんでね。はい、ということで最初の選手、ルーカス・メンデスですね。はい、どんどんいきましょう。再び 10%、ここの、ね、間にあったやつ、これ引きましょう。さあ、星5がなかなか来ない。あ、惜しいな、これ。ちょっと1個前だった。まあ、こんなもんなんですよ。はい、どんどん行こう。これ誰やろ。あ、グロシツキね。ハミル・グロシツキ。あんまりね、知らない選手でした。はい、次行きましょう。あ、10% ありましたね。これ行きます。さあ、バンバン行きますよ、これも。でも全然金が来ない。いやー、しゃあないね、これは。はい。これ持ってるの、ミララスやろ。次。なんか 10% 券多くない？めっちゃ多い気がするんだけど。まあいいわ。はい。謎の中国人来ました。韓国人かもしれない。チャン・リンペイ。謎です。はい、次。あ、なんか一気にカードがなくなった気がします。星5確率 30% ガチャ。こちら行きたいと思います。30% なんでね、まあまあいいんちゃうかなということで。OK。いいですね、これ。30% 引きましたよ。星5。さあ、こっからが大事です。グレードやっぱり95は超えてほしいとこやねんけど、91ピッツィ行きすぎやって、これピッツィ、これ4体目ちゃうの、ピッツィおかしいぐらいピッツィ来るな。うん、まあピッツィ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 、はい、またもピッツィということで、もう愛されまくってますね、これピッツィにね。次行きましょう。星5確定ガチャ行こうか。レジェンド最後に、ね、残しておきたいと思います。じゃあね、星5が必ず出るというね、まあ、このね、安定安心のね、ガチャ券いきましょう。ただ、やっぱりね、いつものごとく、グレードは高くない選手が出がちです。さあ、行きましょう。どうでしょう。91。ピッツィじゃないのきました。グアリン。懐かしいな。昔インテルにおったやつですね。フレディ・グアリン。グレード91。果たして、この ACL の選手で、グレード高い選手っておんのかな、今度調べてみたいな。はい。あっと、これは枠がいっぱいになった。はい。それじゃあ、星5確定ガチャ再び行きたいと思います。まあ、気を取り直してね、行きましょう。さあ、ただ旗の色はあまり良くない。赤だ。そして、キラーでもない。はい。行きましょう、行きましょう。さあ、せめて95に近づいてくれ。92。まあまあ、まだマシか。おっと、フォルラン来た。ディエゴ・フォルラン。92。ディーゴ・フォルラン、ケッシー所属ですね。はい。やはりこういう結末に終わったか。だからまだわからない。レジェンドチャンスガチャ行きたいと思います。これ、ベッカーのが当たるかもしれないかもしれないですね。行きましょう。ベッカー待ってください。お願いします。これはダメだ。おっと、しかし。いや、でもな。いや、でもな。ギンター。ギンターなってるかな、これ。ガンターやってる。クリス・ガンター。これ、ウィレではギンターやってるの気もするんだけど、ウィレというか何やったか、何人みたいなとか忘れたけれども。はい、まあ、いろんなね、名前表記ありますからね。はい、レジェンドチャンスガチャ、再び行きたいと思います。ベッカーも当たってほしいな。一回もレジェンド、ほんまに高グレードの、レジェンド、一回も来へんのに、5パーってどういう表記なんて、いつも言ってんねんけど、わからないですね、これね。はい。まあ。87。はい、これあれやな、スポルティエルロやな。はい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 。なんか知ってる人みたいに言ってるけど、多分知ってんの。結構ね、あれやったんですよ。前のというか、ウィレーで、マイクラブで、何やったっけ、FP ね、FP の予想するのに結構ね、試合の結果とかね、確認してたんで、
なんかイタリアの選手は割と知ってたりします。はい、まあそれは置いといて、ガチャ行きますか最後の。これもグレード、グレードじゃない、あのプレミアムボールが、ね、250個あるんで、これ行きたいと思います。なんかすごい激アツそうなガチャが来てます。初心者期間限定2回まで、プレミアムガチャ、最高レアリティが星5選手、2枚確定ということで、これなんかすごいガチャですよね。初心者期間限定で2回だけ引くことができる特別な11連ガチャです。でちなみにこの初心者という枠はどういう枠になるのかよくわからないんですけれども、なぜか僕もまあ初心者に、該当するみたいです。嬉しいですね。はい。星3以上の選手カードは必ず出現します。スペシャル枠は星5の選手カードを確定で出現します。10枚目と11枚目の2つがスペシャル枠となります。ということで、これできたら期間中にもう1回ぐらい引きたいですよね。はい、ということで行こうか。まあ、とりあえずな、提供選手カード1覧。なるほど、グレード5の5じゃない、グレード100のメッシも当たるということでね。まあ、これできてくれたら非常に嬉しいです。ということで、早速行きたいと思います。さあ、今日はねこれ引いて終わりましょう。旗の色がやはり良くない。しかしよ、最後の希望に行きましょう。さあ、キラでもない。キラじゃないの、ちょっとね、ええねんけど、キラにしたらええだけやな。あとから今って日本人だと言いましたね。あ、日本人です。さあ、ここまではまあまあいい。8、8回目、これさっき来たよな。はい、9回目が、こういう月がね、いよいよ星5確定ということで、ガンガン上がってくる。これ頼む。90、95ぐらいまで行って、あかん。ゴメスね、はい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 、ゴメス持ってるんですよね、確か。そしてさすがに上がってくるよ、ちょっとぐらい。ちょっと上がった。あ、結構上がった、結構上がる。よし、いいよ。おっと、意外とグレード高いなこれ。コシェルニーがめっちゃ高い。95もあんねん。おー、でも表記はコシールに、ローランコシールに。微妙やな、グレード95。まあ、センターバックの中では、うちのチームでも、確かね、ピケが94ぐらいなんですよね。なので、結構いいかもしれないですね。はい。ということで、今日は、このプレミアムガチャも引いて、あとはね、レジェンドのガチャ券なんかも引いてきましたけれども、まあまあまあ、そんなに悪くはなかったんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。